こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は私の先輩でありますパブサービスさんが下北沢で行っていますライブにゲストで呼んでいただきまして、そのライブのタイトルっていうのがですね、パブサービスがゲストを独特なサービスでおもてなしするライブ、肩もみもみ祭り2016冬ゲストハイジーというライブなんですが、内容に関しましてはこのタイトルの通り、ハブさんが思いつく限りのおもてなしをゲストにしていくっていうライブでございまして、まずは肩もみから入りまして、その流れでハブさんがまあ描いてきた絵をプレゼントしてくれたりですとか、いろんなことがある中で、今日はハブさんが家で作ってきた手料理を僕に振る舞ってくれるっていうのもあったんです。で、僕にそのライブ中に食べてくれと、で、食べてるシーンを YouTube にアップしてもいいよっていうサービスをいただいたんです。いつも動画撮るの大変でしょ。今日はもうこのライブ中にその作業を済ませちゃっていいよ、おもてなしだよっていう感じで言ってくれたので、その場で一応動画を撮らせてもらいまして、アップしてみようと思います。こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、先輩が作ってくれたサンドイッチを食べてみようのコーナーでございます。今日はハブさんのライブにお邪魔しておりまして、そこでなんとハブさんが私におもてなしということで作ってくれたサンドイッチを今から食べてみたいと思います。ちゃんと心込めて作ったサンドイッチだから食べて本当にそういうのを作るイメージが全くないからマジで怖いんですけどこれもうすごい頑丈にいや最近入っちゃいけないと思ったどっから取っていいか分かんないぐらいぐるぐる巻きですよ。多分卵味ですよね。卵サンドです。ほら、おー、ところどころ黒い点々があって、これ見えますか、この辺に。あー、なんだろうな。卵サンドで開けてもいいんですか。いい、どうぞどうぞ、ちょっと開けてください。いきますよ、うん、パカ、あれ、ちょっと黒いのがすげえあるんだけどなんでこんな黒い点々があるんですか。なんだろう、自分で分かんない自分で分かんないの怖いし、うん、すげえ耳がこうやってポロッこのサービスなんですけど、耳が取れるっていう。あー、なんだろうちょっと食べて食べて、 いただきます、うん、耳を、耳を食べてこれ、すげえ薄味ですなんでこんな、なんでこんな薄味なんですか。あれ、いや、ちょっと塩分過多にならないようにと思って。これ卵サンド、これスクランブルエッグですね。よくわかったねわかるわ。マヨネーズとかじゃあ使ってない。使ってないんですよ。もう一種類実は作ってて、こっちもちょっとぜひ食レポ。2種類あるんですか。ちょっと待ってください。さっき見てくれた、はい、2種類あるんですけど、はい、さっきの卵とベーコンなんですけど、はい、だったらこれだけでいいじゃないですか。これ一種類でいいよ。じゃあ一応開けても、じゃあ一緒ですね。開けて、いやいや一緒じゃないかもよ。はい、あー、うん、あれ、ちょっと卵の量少なこれやっぱり、いただきます。はい、どうぞ。だから、うん、一言で言うと、うん、薄味味付け必要でしょ、うん、ごめんごめんごめん